西日本ではにわか雨の可能性がありそうです。ただまだ現在は降っていないところも多いようですね。はい、そうですね、はい、この時間はまだ雨のご報告少なくなっていますけれども、うん、はい、早速皆様からのリポートを見ていきたいと思います。西日本方面、日差しの届いているところもありますけれども、全般に少し雲の多い空模様となっています。まあ、一部ですね、今岡山県内からポツポツパラパラと弱い雨のご報告、届いているような、そういった状況となっています。でこの後ですね、日本海にあります低気圧前線、この前線の雲がですね、夜にかけて南下をしてきます。そしてこの前線に向かっては南から暖かく湿った空気がですね、このように流れ込みやすい状況となりますので、次第にこう雨の降りやすい天気、各地にわか雨に注意が必要な状況となってきます。この後の雨雲の予想を見ていきます。10時から見ていきますと、この後先ほど この前線に伴う雨雲ですね、ゆっくりと南下してきますけれども、それに先行するような形で湿った空気が流れ込んでくるエリアでは、ところどころにわか雨となってきそうです。このように九州の東シナ海側、また前線に近い日本海側のエリアなどでもにわか雨の可能性があります。そして特に夕方以降ですね、この雨の範囲が広がってきそうです。こちら17時の予想、さらに夜にかけて見ていきますと、このように雨の範囲が広がってきます。日本海側、東シナ海側に加えまして、湿った空気が南から入ってきます太平洋側のエリア、こういったエリアでも、雨が降りまして、場所によってはこう雨の強まる可能性があるんですね。ですので日中の時間帯、こう日差しが届いていても、はい、特に、夕方以降ですね、雨の降りやすい天気に変わってきますので、折りたたみの傘などあった方が良さそうです。はい、わかりました。西日本では今はまだ降っていないところも多いですが、帰りが遅くなりそうな方は雨雲をご準備ください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。